今後はどうなりそうでしょうかバンナムの強みは増える個人的にはこんばんはー。福利で増えるです。今回のテーマは、バンダイナムコ。株価予想です。ぜひ最後まで聞いてください。まず、バンナムの株価推移から見ていきます。1986年の上昇から約20年間は横ばい傾向でした。しかし2011年からは福利的に大きく上昇。約10年間で株価は8倍以上になりました。 では、今後はどうなりそうでしょうか結論、期待できると考えています。理由はもちろん、メタバース。バンナムのメタバース第1弾は、ガンダムファンと共に作る、ガンダムメタバースプロジェクトです。ガンダムメタバースでは、例えば、リアルで作ったガンダムのプラモデルを仮想のメタバース上で全世界に公開したり、さらに、 共有したガンダムのデータ同士を仮想のメタバース上で対戦させて楽しむことまでできるようになります。ガンダムファンにとってはガンダムの世界観の中でやりたいことが自由自在にできる待望の空間です。そしてバンナムのビジョンはガンダムファン1000万都市の構築。実現のためのバンナムの強みはファンとの接点の多さです。例えばリアルではおもちゃ屋さん、家電量販店、アミューズメント施設、 仮想空間ではテレビ、映画、ゲームなどだから例えば量販店でガンダムのプラモデルに興味を持ってテレビや映画などの映像作品を見てガンダムのゲームでも遊び始めたりするということも可能です同然1,000万人のガンダムファンは日本を超えて中国そしてアメリカまで広げた全世界でのビジョンです将来的にアメリカのハリウッド映画への進出も計画中そういえば スピルバーグ監督のハリウッド映画、レディープレイヤー1でガンダム出てたともあれ、ガンダムメタバースプロジェクト、1000万都市を作るというビジョンがとても壮大で、かつ、このような仮想空間を作りたいという戦略がすごく具体的です。ということで、バンダム今後の株価、増える個人的には、11,067円まで上がると予想します。以上です。 最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を